はい、今回のスタート地点はですね、東谷山の南日本銀行の横の筋ですね。ここからですね、右に行きますからね。はい、この道はね、結構ね、通ったんですけどもね、ここちょっと左行きますね。今までと違うね、あのコース取りをします。ここをこう左に行くとですね、はい、カメラをちょっと振りますね。山片やストアのですね、あ、ちょうどあれで信号が渡したよね。いや、止まるかなと思ったんだけど、普通はここでですね、結構信号待ちするんですよ。山形屋ストアのです。山形屋ストア。正式名はですね、なまらない、濁音じゃないんです。山形屋じゃなくて、山形屋ストアの第1号店がね、あそこなんですよ。だからそこはね、ちょっと真正面からはね、取れないんですよね。向こうの駐車場側から動画すればいいかもしれんけども、まあちょっと今度考えていますね。ちょっと待ってくださいね。はい、ここもね、この前通ったと思うんだけど、今日はですね、まあちょっといつもとは違うルートでっていう、最近私がよくしますけどね、それです。で、次の、今ほら、経が通ったでしょ。ここをですね、右に行きます。で、何が見えるかというとですね、元ですね、山形屋ストアが、じゃなくすいません、太陽のですね、ちょっと待ってくださいね。ここ信号待ちですからね。ここを右に行かないとですね、意味がないんですよ。はい、ここからストレートですね。そうするとですね、いや、どうなってるかなと思って、なんかその、取り壊しとかなんとかの、あれが進んでるかなと思ったんですけど、はないみたいですね。取り壊しとかそういうのはないみたいです。まだですね。でも、ここあたりの人はほら、ここに、太陽に来てたはずなんですけど、どこに行かれたんでしょうかね。買い物ですよ。まあ近くにありますけど、それはね、車を使うとね、近いんですけど、徒歩でほら結構ね、この辺りは住宅街なんですよ。私がよく言う、平らな。普通ね、鹿児島のほとんどがね、なんけ、団地。団地っていうのは大体がですね、こう、高台にあってですよ。こういう、いわゆるその、幹線道路の、近くにはですね、あんまりないんですけど、この辺りはまあ昔からのあれでしょうね。住宅地っていうか、売り出されたんじゃなくて、昔から住んでらっしゃる方なんかが、のあれなんだ、と思うんですけどもね。だから、ほら、歩いてっていう方が結構いらっしゃったんじゃないかなと思ってですね。いやね、車に慣れてしまうとですね、なかなかのあれが、歩いて、そうですね、二信号くらい行くのでも、もういいって思うぐらいですもんね。はい、ここ右行きますからね。まあ、ここから先は、ここは工事中ですね。じゃあ右に行こう。ちょうど、
工事中っていうか、なんかがまたここ、ここ通れるか。もしかするとあれですね、ここの道路というかなんかが、違うっけ、別な方を測ってますね。住宅側の方を測ってるみたいな。ちょっとね、路地を。これぐらいの広さでも路地って言うんですかね。今まで通らなかったところをね、これ友達からのあれ。リクエスト。だけどわからないでしょうね。もう昔と50年ぐらい前ですよ。その友達がここあたりにいたっちゅうのは。だけど、やっぱりほら、今GoPro じゃないや、Google があるでしょう。あれですね、ちょっと待ってくださいね。あれで見ると、その上空から見た、ここあたりの地理とか、地理がですよ、わかるんですよね。そしたら、中学校とか高校とか、そこあたりはですね、位置は変わってませんので。で、それとですね、今のはね、譲り合い。向こうの方が、どうぞ行ってくださいってやりまして。こう、左側が電車なんですけどもね。まあ、そういうノートで、あれするらしいですよ。付き合わせてみるみたいですよ。自分の記憶と、そしてこの私の動画とですね。で、私の動画とですね、なんかの Google でこう走った時の、走るって言ったものの静止画なんですけど、静止画の連続でずっと、だけどそれを、ありがとうございます。静止画をこうずっとするときに、このおまかせテレビのアングルと全く同じ風景が出てくるらしいんですよ。で、まあ、それとかその逆に、私がこの前走った道路を調べようとしたら、その Google のその、あれが、動画を撮ったのがですよ。もうだいぶ前のあれみたいで、もう全然違う家が映ってたとか、そういうのもあるって言いますからね。だからいろんな、楽しみ方っていうんですかね。その私のこの、まあただこう走り回るだけなんですけども、それでもですね、なんかこう発見があるらしいですよ。走るやつと、わかりますか？さっき言ったの、その Google っていうのは。Google を案外知らない方もいらっしゃるかもしれませんね。Google マップ。ここ右行きます。ああ、ここほら。いや、気は忘れてた。道路が広くなるんだ、ここ。それと、いや、僕私あれが、花壇が新しくなるかなと思ったら、道路が広くなりますね。通行のあれが。ここ右行きますからね。本当は左に行くつもりだったけど、今、ふと、あることを思い出してですね。あ、今日日付を言いましたかね？言いましたっけ？まあ、ほんじゃ、あれです。言ったかもしれないけど、西暦、そう、2022年のですね、10月の21日、時刻は3時44分。今のこの時刻を見てですね、今ならいいかもと思ったんですけど。まあ、勘のいい方は、あそこに行くつもりだなっていうのはわかるかもしれませんけど。それは現場近くに行くまで黙っときましょうね。あれですね、今、
下校時間。ああ、初めてじゃないですかね、私のこの動画で。この下校する生徒さんなんかが映ってるのは、映ってたのは、この辺りですよ。今ね、このフロントガラスの、上の方に、太陽がありますけれども、フロントガラスをきれいにせんないかんですよね。本当に。昨日ね、もう、ああ、そうか、この時はもう動画を上げてるわけですから、南札に、いやな、北札に行ったんですよ。朝早う。そしたらですね、桜島の後輩でですね、フロントガラスが汚れてて、で、それを、走行中に、動画内でですよ、こう、ウォッシャー液をピッ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 ってこうやって、ちょうどその頃に、2回ぐらいこう、ウォッシャー液をあれしたんですけど、時間を置いてですね、で、そのうちの1回目、2回目かな、ちょうどその時に正面から太陽が来てですね、で、ウォッシャー液のかけすぎでですね、あ、次の信号左行きます。ウォッシャー液のかけすぎでですね、ウォッシャー液が垂れてきたのを知らんでですね、忘れててですよ、ここ左ですね。それでね、朝あれですよ、朝のね、6時40分ぐらいに出たのかな、いいよ。もうだから自分としてはすがすがしい感じですよ。すがすがしい感じで、このリスナーの皆様に鹿児島のすがすがしい朝の、しかもですね、その日はね、昨日はね、もう雲一つないっていう、天気だったんですよ。んで、太陽は、もう、ニコーって笑って、はい、笑ってましたよ、太陽はですね。ゲラゲラじゃなかったけどですね、ニタッと笑って、お前はまだ今日は晴れがないごいよ、っていうような感じでですね。んで、だったんだけど、だからほら、それの太陽に目がくらんでですね、その、あれが、ウォッシャー液が垂れてるのに気づかずにですよ。多分この動画を今見たな人の中の何人かが、ああ、じゃったとね、あ、そうね、って言われるかもしれないけどね、だったんですよ。はい、ここダイレックスですね。ですね、今日のね、さっき、言ったこっちに来ようと思ったのはですね、このほら、今車が来たでしょう。あそこの左をね、ああ、もう綺麗になってる。やーやーやんやん。ここ一旦停止ですからね。あいや、いやいや、3時48分だから、今日は昼、あれも3時休みも済んで、重機が動いてるんじゃないかなと思ったけどですね、いやいや、やんやんでしたね。努力だけは買ってくださいね。無理に、あれするみたいですけどもね。まあ、いろいろですよ。このあれは。おまかせテレビはですね。ほんで、何ですかね。どこへ行けば行け。いやいや、目的地は決まってるんですよ。ほんで、目的地まではですね、あ、左行こう。目的地まではですね、最初のほら、スタート地点の中山バイパスの出口ぐらいから行ったでしょう。あれからね、5分ぐらいで着くのあれだったんですよ。で、やっぱりそれじゃね、ちょっとね、やっぱり YouTuber としてはですね、ちょっと心構えがあれでしょう。5分ぐらいの動画でアップするわけにはいかないですからね。ですから、なんかねけと思った時に、太陽の、東谷山店が今どうなってるかなっていうのを思い出してですよ。で、あっちに走って。そして、太陽から左に行って、南高校側に行こうかなと思った時ですね。
あれを、ついつい間違えて、その桜島側にこう来たでしょ。でその時に、また今度は友達が、ま、前ですよ、前言ったあの辺りを、今日路地裏じゃないけど、まあ、ちょっとこの幹線道路からちょっと入り込んだあの住宅地をこうしたのを思い出して、そして、彼のその名護を打ち当たりリクエストなんですけど、まあリクエストじゃないか、まあ彼がそんな話をしてたっていうのを思い出したのと、ほんで、その信号待ちで、生徒さんがほらの下校をしてるところを見て、さっきの工事はしてなかったけど、重機は動いてなかったけど、あっちを思い出したとかですね。なんかね、そういう風にね、パッ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 ってこう、行くようになりましたから。おかげさまですよ。皆さんのね、コメントとリクエストのおかげ。それでですね、どう行こうか。あ、ここも左に切っておきましょうね。鹿児島はね、そんなに灰は降らないんだけど、今日、午前中ちょこっと、ちょっと待ってね。午前中にちょこっとあれしたんだけど、車の、フロントガラスですよ。あれにワイパーをパッパってかけて、そのワイパーの動いた分だけが透明になって、ほんで、後の部分はなんかこう、すりガラス状態っていうね、車がね、結構いたんだけど、ああ、もう朝口だったですからね。それからまたもう全部、フロントガラスをきれい拭いたのかもしれませんね。ああ、ちょっと来ないですね。いわゆる鹿児島あるあるですよ。ほんで、何が鹿児島あるあるかっていうと、それは桜島の灰が降った方向の車は、そういう風に、いわゆる、ワイパー、ウォッシャー液をかけてワイパーを動かしましたよっていう、方面に住んでる人がこっちに来たというような感じなんです。だから、鹿児島のどっかでこう、大事件が起きて、んで、何ですかね、完全犯罪を、なんかこう、目論んだのに、桜島の後輩のなんとかで、完全犯罪の、アリバイが崩れたっていう。まあ、しないでしょうね。いや、あれだもん。安直だもんな。でも、全然そういう桜島の灰の、こととか、そういうことを知らない人が、例えばその大多数の車が、ここまっすぐ、ここはまっすぐ行きますね、大多数の車がですよ、そういうふうに、なこうワイパーで、拭ったような跡があれば、やっぱりなんだろうかあれはって思うかもしれませんもんね。ハンズバンには行きませんよ今日は。帰りには寄るかもしれないけど、今日の目的地はですね、別。もう、あれですよ。ちょっと待って、ここ行こうかな、左。ここをこう行ってですね、こっからこうか。見えますかね、前の方のね、今トラックのね、見えないかな、前の方にこう斜めにこう車がバッとこう出てんですけどもね、あれね、ハンズバンから出てきた車がですね、隙間を見つけてですね、よろしくお願いします、よろしくお願いします、あ、もう向こうに行きましたね。もしかするとタクシー家じゃなかったの、トラックの運転手さんが、一キャンセ、一キャンセって。私も行かしてあげたいんですけどね、後ろの車がつけてきますからね。
そしたら後ろの車からね、クレームがつくといかんですもんね。ここのね、川崎って書いてあるでしょ。ここは昨日、おととい、なんか水曜日ぐらいが休みだったみたいですよ。その前の日に、なんけ、夕方、何曜日だったかな。要するに美味しい鹿児島のラーメン店の、インスタントがあるんですよ。インスタントっていうか生麺タイプですけど、それを買いに来た時、あれはカットしたっけ、ちょっとわからないけど、要するに夜ここを通った時ですね、その上の方の2階に、今小さな明かりがついてますけど、あれがですね、暗くなると結構なあれで、LED でしょうからね、強いんですかね、上に展示してある、置いてあるですね、バイクがね、こう見えるんですよ。んで、昨日、おとといか、その前っけ、見てみたら、下の方がシャッター閉めてましたからね。まあ、こういうとこは年中無休っちゅうわけにいかんでしょうね。で、これから行くところはですね、年中無休らしいですよ。ほんで、あれが、お客さんがやっぱり少ない時期よ。ちょっと待ってくださいね。ないけど、いや、カメラを持ってきたっけと思って。あったあった。カメラを忘れていかんですからね。バタバタして、あれ来たわけじゃないんだけど。昨日ね、ちょっと長距離ドライブに出たんですよ。で、その時に、カメラの、をほら、パソコンにデータを取り込んだりしてましたからね。シャララララランランランチ。普通はですね、この動画を撮影してから、まあ今の順番待ちで行くと、昨日ね、あそこの、北撮に行った時ですね、すっげえ撮ったんですよ。だからその順番待ちで行くと、もう10日ぐらい後になるんですけど、こういうやつはちょっと早めに出そうと思いますが。で、その、あれですよ。じらすわけじゃないけど、やっぱりね、あれです。あ、どこに行きますって言わん方がいいかな、これはな。これはこれ、あれはあれで行きましょう。ですね。シャララララランランチ。はい。それじゃ、とりあえずは、この動画でお開きしましょうかね。この動画ね。はい。ありがとうございました。